ザンズ、プレゼンツですね、ハウスパーティーにお越しいただきどうもありがとうございます。では皆さん最後まで楽しんで楽しんでいきましょう。イエーイ。今日は皆さん最後まで楽しんでいけそうですか？ああ聞こえない。では皆さん楽しんでいけそうですか？はい、いいねいいね。さあじゃあ僕らと一緒に今日は最後まで楽しんで一緒に盛り上がっていけますか？お父さん、皆さん最後まで一緒に楽しんでいけますか？
イベントに呼んでいただいて非常にありがとうございます。今日は、忘年会っていうね、忘年会兼イベントやったかな、なんかちょっと細かいこと忘れたんですけど、なんかすごく楽しいイベントらしいんで、みんな最後まで一緒に楽しんでいきましょう。ところで、この T シャツを見てくれ。こいつをどう思う？すごく高品質です。ああ、これは我々極楽浄土が解散してもう間もなく1年というのに、惜しみもなく品質にこだわりこだわりこだわって素材から選んで大切に作り上げた職人の一枚だからな。はい、というわけで出来上がりました総合キャプター橋場 T シャツ、今、本日今日ですね発売となります。よろしくお願いします。見てよ、可愛いでしょ。可愛いね、まあ、可愛いって今30人ぐらい言ったやんな。今できる？カウントとかできる？可愛いから。あ、いけるいけるいける。じゃあ今可愛いって言った人漏れなく来てください。よろしくお願いします。これ1枚2500円です。安い。ちょっと待って、みんなね、あんまりちょっと安くないと思ったでしょ。でバンティで2500円って言ったら高いって思うかもしれんけど、ちょっともう触って触って、ほら、ほら触って。高品質？普通。あー、聞く人間違えた。というわけでね、まあ、すごくいい T シャツなんで、今日は発売です。ぜひぜひ皆さん、もう今日逃したら僕らね、もう解散してますから、もう来ませんよ、こんなところもうこんなところ来ません、ね、ぜひね、今日お買い求め忘れないようにね、買っていってください、ね、CD とかも売ってるんで、よかったら後で物販よろしくね。で、今日なんですけども、知ってる一部の人は知ってるかも、あ、ちょっと今日かな、まあいや、一部の人知ってるかもしれんけど、今日はね、いろんなバンドがカバー曲をするっていうイベントなんで、まあ、極楽浄土といえばこの曲かなっていう曲を引っ提げてやってまいりました。聴いたら多分どんな曲か分かると思うんで、すごくダンサブルなナンバーです。みんなここで、渋谷で踊り狂いましょう。よろしくお願いします。ではどうぞ橋君。Stop!
お客様皆さんが両脇に分かれていただいて、僕が3、2、1、GO って言ったら一緒になる感じ、わかるかな？わかるよね。みんな頭がおかしいお客さんばっかりだからわかるよ ね。両脇に分かれてもらって、僕が3、2、1、GO って言ったら真ん中に行くんです、ね、大体わかるでしょ。みんなバカだから大体わかるでしょ。ありがとうございます。さあ俺の3、2、1、GO
気がすごくて、せっかく今日のこの服お母さんがクリーニングしてくれたのに、またクリーニング出さなあかんくなるわ。はい、というわけでどうもこんばんは、極楽浄土です。さっきもちらっと言ったけど、まあ、僕らこうやって解散して今日1日限りの復活ということで、今日この渋谷というステージに立たせていただいて、もう非常に嬉しいなと思ってます。で、もうこのステージには立てることがないのかなと思うと、すごく前が締め付けられるような感じで、あ、でもね、来年名古屋には出ます。そこで一夜限りの復活をして、極楽浄土の活動にピリオドを打つのかなと。なんかえって言って、えって、しょうがないな。あの3月2日ここで出ます。あの3月2日ね、ここ、ブラッドパック2013っていうすごくいい CD 知ってる人、あ、みんな知ってる、そのすごくいい CD のリリース記念パーティーにね、ここの渋谷サイクロンとすぐそこのやつなんていうか知らんけど、なんかあるよね、渋谷、東京の人はみんな知ってる、そこに、そこでやります。極楽浄土と出させていただきます。というわけで今 A と言った人は漏れなくカウントした、はい、大丈夫ですね。あのカウントしたんで、漏れなく来てください。よろしくお願いします。でね、まあ忘年会ということで、年の瀬というと、まあ、来年の抱負とかやっぱり言っといた方がいいのかなというところでは、やっぱ極楽浄土としてはやっぱ解散してますんで、まあそんな大したこと言えるような身分ではないのでね、まあ、目標は3つぐらいにしとこうかなと思います。まずはね、学園祭に出たいですね。あとなんかフェスに出たい。で、まあそこら辺は2つは無理にしても、サードアルバムね、来年出したいと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。解散中に CD 出すのは2枚目ですかね。一部は、1枚全国流通したりとかね、解散してからなんか、あ、やめとこうか、な感じでね、まあ、解散してるわけなんでね、もう3月2日見逃したら二度と見れないんかな。あ、そうかもしれんっぽいからね、ぜひぜひ来てほしいなと。というわけでね、あのサードアルバムっていう話したんだけど、まだ全然どんなことしようかなっていうのが決まってないんですけども、ただ今日やっぱりこのね、素敵なステージに立たせていただく時にね、まあ、いつもと同じ曲ばっかりやってても、まあ、しゃあないかなということでね、サードアルバムにぜひ入れようかなと思ってるニューソングをね、今日は披露したなと思ってます。ちょっとここからあの真面目な話するから、皆さんの愛する人がもし亡くなったら皆さんはどうしますか。僕は迷わず埴輪を作ります。そんな気持ちを込めて作りました。僕たちの真心が込められたラブソングです。聴いてください。ハニワ For My Honey。
T シャツこんなに